逆型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。スイスのスイスロコモティブマシンワークスから輸入された、車軸配置2から6から0に気筒短式の、飽和式タンク機関車である。元は、奈良鉄道が百九十七年に三両、百九十九年に四両を、両を輸入したもので、 同社では6から12と称したが、1905年の関西鉄道への営業譲渡による編入を経て、1907年に国有化された。本形式は関西鉄道では98系、三笠と称し、国有化後、1909年に制定された、鉄道員の車両形式称号規定では2800、型と改められた。日本に輸入された。 SLM 製の蒸気機関車は、本形式を含めて4形式16両のみで、希少な存在である。また、車軸配置2から6から0のタンク機関車というのも、日本では、例が少なく、本形式の他に、旧九州鉄道の2820系、旧半角鉄道の2850型があるのみで、ある。本形式の形態は、概ねドイツの流儀に則っ,っているが、 さらに簡素な印象である。ボイラーは先輪の上部まで伸ばされた長いもので、先輪の後ろに置かれたシリンダと煙突の位置は大きくずれている。歩み板は前端針から後端針まで一直線に通されている。また、前面演出扉のヒンジが中央の煙室ハンドルまで斜めとされ、ちょうど三角形を描いた形となっている。 形式図本形式の使用成績は優秀で、半数以上が太平洋戦争後まで使用された。国有化後は、福知山や姫路、亀山などに分散されたが、1926年に高知に集められ、土山線が全通する1935年まで2120型とともに主力として使用された。その際に、川水槽の容量を増大して、 季節水槽の上部に継ぎ足している。国有鉄道からの助手席は、1937年から始まり、2800万2805が破綻鉄道に払い下げられて、同社の18、19となった。両機は1943年の戦時買収により、再び国有鉄道席となったが、1949年までに廃車となった。 翌1938年には2802が三井鉱山三池工業所に払い下げられて19に解消された。同期は太平洋戦争後間もなく廃車解体された。国有鉄道に残ったものは三重宮建設局に転用された。本形式7両と後年国有鉄道家215型となった1893年製の4両。 国有鉄道1500型となった唐津鉄道の2両、国有改善に、八幡製鉄所に譲渡された1両。ありがとうございます。